皆さんこんこにちは。一般社団法人ネオパレット代表理事の平野真世です最近シャンプーを買いましたどんなものに変えたかっていうとオフガニックのものに変えたんですよ今までは美容移住しだったりとかなんかそんな感じで適当にね薬局で買ってたんですけど最近はこうオーガニックのものに変えてそのシャンプーがこのアロマのねその香りですねハブ系の香りだったりとかエキスっていうのをこう一緒にこう混ぜているというかね、えー、そういったオーガニックのシャンプーに変えまして私ねレモングラスがすごい好きなんですよ レモングラスのこのハーブティーだったりとかっていうのもすごい好きでそのねレモングラスのその成分とその香りの、えー、オーガニックのシャンプーなんですねそのね名前がねパブリックオーガニックみたいな感じの名前だった気がしますパブリックオーガニックだったかな忘れました レモンバームレモングラスで私はレモンのそのねあのアロマの香りがすっごい好きなのでなので本当にねこの香りってすごい大事だなって思ってすごい癒されるしこう匂いとかっていうのもすごい大事なんですけど何よりねこのシャンプーっていうのは化学薬品みたいなのがすごく含まれてますよねそれっていうのがね頭皮から入りやすいっていうことでやっぱりもう本当にこうどんどんね自分も年をこうどんどん毎日まあみんな毎日年取ってんですけどえー、なのでこういいものをっていう形でえ、そのオーガニックのシャン� に変えましたちょっと高いんですけどでもやっぱり本当に体にいいものを取りたいというかそしてうちんちっていうのが結構本当にそれこそ本物志向というか一流を知りななさいいっていう感じの家なんですよね、えー、でオーガニックのものばっかりなので私はなんかねほとんどなんか市販のお菓子とかっていうのは食べたことがなかったんですよ。でね私のおばあちゃんが自然農みたいな感じでこう畑をこう趣味みたいな形でやってたんですよね。もちろんこの有機 幸いでなのでそういった畑で取れたものだったりとかあと本当に調味料とかっていうのはもう本当に一つ一つ取り寄せてるような感じでこう三時のおやつとかになったらこう母がこう手作りで作ったケーキだったりとかクッキーだったりとかっていうのをこう用意されて食べるみたいな感じだったんですね私はねこうジャンクフードを初めて食べたのが中学生に入ってこう電車通学を、ね、学校までするようになって家からこう離れられるようになってから ジャンクフードだったりとかね市販のお菓子とかねそういうファミレスとかっていうのに行ったんですけどでもそれまではねほとんどなんかそういうところに行ったことがなくて逆にすごい憧れだったんですよでなんかね一回すごいなんか嫌だったのがなんか小学校の時にこうみんなで遊ぶっていう約束をしててでなんかみんなじゃあお菓子を一つずつ持っていくみたいなで私もお菓子持ってきたいのにでポテトチップスとかめちゃくちゃ当時憧れだったんですよね私からすると。でななののにこうママがが持たせてくれなくてくく私の母が 持たせててくくれなくてその代わりに私の母がそ,のそれこそじゃがいもで自分で彼女が作ったポテトチップスっていうのを私に持たせるみたいなだから私だけこうビニール袋持ってるみたいな家のっていうのとかすごいあってすごい嫌でした、はいでねこう例えばご飯を食べに行くって言っても普通のこういうファミレスみたいなところじゃなくってえホテルのランチだったりとかホテルでディナーだったりとかそういったところでマナーだったり とかそういった雰囲気だったりとかそれこそウェイターさんとのやり取りまあ食べ物ももちろんそうなんですけどそういうのがすごく多かったですで私のね両親がこの一流に触れなさいっていう感じというよりもこう本当に本物っていうのはいいものだからそれをまあした方がいいよねっていう、まあ、一流にね触れなさいみたいなそうこをしなさいみたいな感じではなかったんですけどでもなんかそれが自然となんかそんな感じだったんですよねなのでねこう一流を知ることっていうのはすごく大事っていう形で。 本当、ね、そういったところにご縁があってというかなんかこうときたまそんな感じでね家族で過ごしたりとかっていうのはしてました。 まあ、決して、ね、ものすごく裕福だったりとかっていう感じではないんですけどすごくこうねこだわるところはこだわるっていううちの場合はこう食だったりとかそれこそテーブルマナーだったりとかなんかそういったところですね私も別にそんなすごいところに住んでみたいなですごい、ね、ことをしてみたいな感じではなくも硬、ね、い中で生まれ育ったみたいな感じなんですけどそれこそね何が本物何が一流かって言ったら例えばね野菜だったらそのなんだろうなそのいい土地で、えー、農家さんがね一生 懸命そうやって育てたその有機野菜だったりとか、あとはねそれこそお醤油1個にしてもここのこういうお醤油っていうのがそういう添加物を使わなかったりとか本物を使っているっていう形でそういったものを小さい頃から食べてたので、すぐなんかね調味料だったりとか、すぐねこう味の違いというかそういったものがわかるんですよね。で私は最初はこうまあね小さい頃からっていうものは食っていうのが一番最初だったので食だったりとかそういったものに触れてきたんですけど今の自分を 見ても、あ、本当にそうだなっていうふうに思うんですよ。本当にトップだったりとか、一流の人を見てると、そこからすごく学べることがあるし。そして、何かこう、自分の中での比較というか、こう。なんだろうな、こう。見据えるものっていうのが、そこであるんですよね。そういったね、一流の人だったりとか、本物っていうのを見るっていうことは、本当にそれこそ。自分自身の目っていうのも養われるし、自分自身がね。あの、こう、一つ一つ学ぶっていうところの、エッセンスに、こう、なる。 っていうところですよね私はねこう自分自身でそれがすごくこう生きてるなって思うところが要所要所にものすごくあってでそれっていうのがすごくあの仕事にも生きてるしでそれこそあの一流の人たちに触れるっていうことは自分の感性だったりとかそういったものが研ぎ澄まされたりするっていうことでもあるんですよね。でやっっぱりそういういい人たちが集まっている ところっていうのは都市になるわけですよね例えば、えー、関東地方だったら東京とかあとは、ね、関西だったら大阪とか、ね、九州だったらこう福岡みたいなこう大都市みたいな形でね呼ばれるところっていうのにやっぱり人も集まるっていうのと同時にそういった一流の人も集まりやすい場所ですよね。なのでねやっぱりそういったところにこう行っていろんな方を見ていろんなものっていうのを知るっていうのがすごく大事だなっていうふうに私は思います。 でこの一流だったりとか本物っていうのをこうただただ聞くとねうわなんかそれってただのお金持ちがとかなんかそういうふうにこう聞こえるかもしれないんですけど決してなんかそういったことではなくてもうこれって価値観の問題だと思うんですよね自分が学ぶものにどれだけお金をかけられるか投資できるかその投資された自分っていうのをどういうふうにこう社会に還元して自分がそれでね例えばお金っていうものをもらって生きていけるかっていうところになってくると思うのでそれっていうのをね循環させればいいってい ということで、それを、えー、自分自身の投資としてこう見てないから、ただの浪費として見てしまうと、それっていうのは確かにこうもったいないというか贅沢の貴族の遊びみたいな感じで思うかもしれないんですけどその本物を知るからこそいろいろなものが見えてくるっていうところが、えー、すごくあるんじゃないかなという風に思います。でね、やっぱりそういう人ってすごく面白いし一流だからって全くもって気取らないしで、誰よりも気遣いができたりとか、誰よりも 思いやりがあったりとか、なんかそういったことをいつでも考えられてて、どういう風うにすればもっと良くなるかなっていう意識があるからこそ上にこう行ける人なのかなっていう風うに私自身はねすごくこう、えー、そういった形で見えるので、すごくこう勉強になることだったりとか学ばせていただくことっていうのが多いですね。それはどんな場でも一緒だと思います。例えばそれこそ今言ったホテルのウェイターさんでもそうですし、愛情をかけて野菜を作ってる農家さんだってそうだと思いますし。 伝統工芸みたいなのを作ってるね職人さんでもそうだと思いますし一流とは何かっていうのはこちら側が定義するもの他者が定義するものなのでなので本当にうわこの人一流だなうわこの人かっこいいなやっぱり一流って の人っていうのはねかっこいいだったりととか魅力みたいなもののっていうのがあると思うんですよねでそれなりのその努力をしてたりとか学びっていうのをしてたりとかそしてそれを他者に還元しているからこそ他者がそういうふうに評価をしてくれるっていう、まあ、その評価っていうのはねあのついてくるものだから後付けだと思うんですけどなので本当にそういった一流本物を知るっていうところっていうのはすごくその自分の知見だったりとかそれを知ることによっていろいろなことが見えてくるっていうところですごく必要なことだと思いますし自分がステップアップするっていうところ これでもなんかすごく学べるところっていうのがすごくあるんじゃないかなというふうに個人的には思いますなので今日は一流を知るに越したことはないという話ですねについてでした終わり